ということで皆さんこんばんは。こんばんは。今日スタジオすごいですね。いっぱい1,2,3,4,5,6,7 名、はい、7名ですね。7名でございますね。今日で42回目ですね。42回目ですね。はい、最終回でございます。最終回なんか、ね、あっという間になんかいきなり最終回になりましたね。やりましたね。ダイヤの滝みたいになって誰が最終回って決めたの？わあ、私ナムさんの番組ですから、ね、いやいやいや、はい、じゃあとりあえずタイトルコールいきましょうかね、はい、よろしくお願いします。8時だよ、ナルさんの今宵もアイアタンジのさあ、はい、いよいよですよ、ね、最終回でございました。最終回、はい、終わりましただって終わっちゃったオリジナル版ですからねもうちょっと、まあね、まあ後で言いましょうかね。はいはいはい、はい、ナルさんの今宵もアイアタンジの、はい、略してナルさんのアンジノでございます ね、 ですね、はい、アイアタンはそうだった、はい、ジノはギノワンでございますね。そうですね、はい、はい、今日はですね、はい、最終回ということで、はい、素敵なゲストがお見えになっていますので、ね、皆さん、ね、楽しみに、はい、はい、どうぞ、はいはい、番組ではメッセージも募集しております、はい、ね、もう今日最終回なので、うん、よければね、はい、皆さん、ま、メールねいただけたら嬉しいですね、感想とかね。メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com です、はい、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております、はいはい、FM ギノワンのホームページからですね、あの見たり聞いたりできますので、はい、そちらお楽しみください。そうですね、はい、ツイキャスやってます。あ、やってますね、はい、うん、あとはサイマルラジオですね、はい、こちらからラジオ聞けます。聞いてくださいね、はい、あとツイッターもね連動してますので、うん、何かコメントいただけたら嬉しいですね。そうですね、よろしくお願いします。はい、はい、この番組は日本語と英語の学びの奥へ、うん、はい、バイリンガル教育のビジービースクール、ビジービースクール、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。オリジナルプリントのプリント沖縄、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。オフィスクリエイティブウィングプラン、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。みんなの略に指導、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、スポンサーの方々とその他、うん、たくさんのサポーターの皆様ですね、はい、こちらもね、ありがとうございました。ありがとうございました。今後のご協力でお送りいたしております、うん、はい。はい、ありがとうございます。はい。改めまして、こんばんは、メインパーソナリティのなるさんです。はい、こんばんは、未来さんです。はい、かりんです。はい。そして、はい、今日のゲストの方は、はい、4回目4回目ですよね。4回目ですね。はい、もう、はい、もうね、もういつ、噛まないで言いますよ。はい。全、はい、在沖海兵隊政務外交部次長、はい、今はエルドリッチ研究所、はい、所長、はいはい、ロバート D エルドリッチ博士でございます。はい、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。いらっしゃいませ、ね、本当にお忙しい。あとですね、はい、いろいろな方々が、はい、遊びに来てくれました、はい、最終回ということで ね、はい、で今回は最終回ということで、そうですね、はい、ロバート博士にはもうね、そうですね、全部もう言いたいことを全部言っていただきたいと思います、うん、はい、はにきぬきせぬご意見をたくさん伺いたいと思います。はにきぬきせぬ、はい、ですね、はい、では、はい、コマーシャルいきましょう。はい、コマーシャル入ります、はい、ということですね。お、用水かかってきましたよ。さあ、
本日はですね、最終回スペシャル。あ、これね、エコー。エコーいらない？いらない。すいません。はいはい。入ってますまだエコー。あ、入ってませんね。最終回ということで、うん、ロバートさんにですね、はい、いろんなこう、これまでの、うん、恨み節をいろんなことをそうですよね、はい、本当に貴重な、うん、もう聞けないね、なかなか聞けない意見ですけど、今日は忌憚なくお願いします、はいはい、まずどういったお話をしましょうか。全然打ち合わせないので、うん、あれなんですけど、はい、そうですね、まあいろいろ言いたいんですけれども、はい、ですね、まあこの間の参議院選もあり、はいはい、その参議院選の結果が、うん、まあ、今の沖縄は、そしてこれから少なくとも6年間の沖縄を、うん、まあ、象徴していくんじゃないかなと思っています、はい、さらに今回その最終回ですけども、はい、まずお疲れ様、ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます、はい、で実は私は沖縄でのラジオ番組の最終回でもあります、うん、というのは、はい、来月から関西の方に帰ることに、ね、お戻りになると、あら、まあ、残念ですね。あ、そうですか、はい、でもしょっちゅうね、うん、行ったり来たりするじゃない、してるじゃないですか、飛行場の写真ばっかり見てますけども、ね、それは向こうに住んだ方が絶対いいですよ ね、 ね、新幹線で行ったり来たり行きますからね。昨年からだいたい週1回ぐらい出張が入ってまして、うん、まあ、海外も行ったり、あとその日本国内で、はいはい、まあ、そうですね、毎週東京、関西、うん、九州、それ以外の地方とか、はいはい、そうですか、そうなんです ね、 ねちょっと残念です ね、 ですね。でもやっぱりね、縦横無尽に動き回っていただくためには、うん、やっぱり本土というか内地にいた方が、確かに僕はいいと思います。結局沖縄何年間ぐらい、ね、ですね、9月でちょうど丸7年なんですけれども、はいはい、その間ずっとチャタンだったんですか。でそうですね、住まいはチャタンだったんですけど、仕事場はその隣のキャンプファースターの方、はい、そうですね、はい、ご苦労さんでございました、はいはい、ずっとね、はい、あれでしょう、怒ってたでしょう。いや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 、まあね、日本政府にもかな。そうですね、怒っているというよりその、まあ、いろんな気持ちがありますね。ね、そうでしょうね。私はだって今回の選挙結果で、私は沖縄に失望しましたけど、皆さん的にはあれでしょ、自民党にあれしたんでしょ。選挙が悪い。そうそうそう。戦力のね、今までの政策が悪いです、沖縄の、ね、私は失望感の方、自民党が悪いですよね、うんうん、そういうのはない方ですか、はい、ね、まあ、ねって言ってしまった。説明するのもキリがないんですけれども、だけどそのまあその一人の責任じゃない、この今の沖縄、はい、これが米側にも責任があり、日本政府にも責任があり、先ほどおっしゃってた与党、自民党にも責任があり、革新系に責任があり、メディアに責任があり、まあ、この間本を出したんですが、その誰が沖縄を殺すのか、それが、まあ、メディアが一つの主体、アクターですけれども、もうたくさんたくさん教育界、政界、でまあ、今回の方の結果は私は2年前からもう予言していたん、はい、でそのまあそのこのような結果にならないようにどうすればいいかいろいろ考えていたん、はい、その実務家としてではなく20年以上沖縄の研究と関わっている人間としては、でそのまあ、私は政府の仕事をしていたんですけど、もともと学者としてずっと見てきたんですので、そのみんなにとって何が一番いいのかを公共政策的な観点からずっと見てたんで、うん、その結局そのそうですね、そのいわゆる三者、日米沖の三者はそれぞれのちょっと矛盾しているところばかりやったり、はい、なかなかそのいい連携ができない、でそれを
その日米沖の悪い関係を狙っている勢力、はい、そうですね、はい、革新勢力、はい、メディア、外の、はい、まあ、外ね、はい、あの隣国、はい、でかい隣国 C から始まるとか、はいはいはい、うん、そういったところがもうやりたい放題、うんうん、でその日米両政府、そしてその良識のあるあの県民が非常に甘かったというふうに思っています。そうですね、うん、そうですか、はい、そうですよね。なんか1972年の本土復帰、うんうん、祖国復帰の時からその時ちょうど中国と国交がまたね、樹立というか、田中圭さんの時、その時からこういうシナリオが仕組まれたんじゃないかとさえ思う、ね、思えるような見事な、なんですか、この誘導というんですかね、あのね、まあ確かにね、そういうそれは中国の野望というのはあれがね、ありました。着々と毛沢東さんがあの祖国復帰を希望してたとかね、沖縄のね、そういうことから考えるともう、ね、向こうの、ね、まあ、思惑通り、思い通りでね、シナリオ通りにというのも進んでるということありますけど、でもさっきロバートさんがおっしゃったチャンスというか、そのなんかいたところどころでそのこうチャンスがいっぱいあったのに、それを潰していった、うん、まあ、保守というか自民党系というか、うんうんうん、なんかそれがすごく感じますよね。相手が巧妙であったということよりも、なんかこちらの側、まあ、味方の方が、うん、なんとなくその戦略放棄じゃないか、なんて言うんですかね、まあ、おっしゃる通り、ね、あの哲学もなければ戦略がない、はい、ないですよね。で、まあ、私から見れば今回その島尻さんが、あの、伊波さんが勝ったというより島尻さんが負けた、うん、というふうに、そうですね、まあ、見てるし、あとその、まあ、日本政府の伝統的なやり方は、ある自民党与党は、うん、先送り先送り、ね、あの正義感を持てない、うんうん、あの言うべきことは言わない、はいはい、そうですね、でまさに今そのあの北部の方に起きている現象は、はい、我々がもう7年6年前から問題提起したり、はい、県の方、県警の方、政府の方にずっと訴えてきたんですけれども、はい、だからその時にちゃんとあの法律、そして行政に基づいてやれば、はい、そして、まあ、場合によって政治的な勇気を使えば、はい、今のような現象になってないんですけども、なってないですね。逆にその世界が今注目してしまっている、はいはい、で機動隊を派遣しなければならない、でその機動隊はただじゃない、そうですね、皆さん、はい、全国民の税金から、ね、税金からで結局その税金が教育福祉とかのためにも結局使えない、はい、で例えばあの先ほどの広告の方にプロミスキーパーズという、ね、あの NPO があるんですけど、非常に頑張っているところです。ちょうど今週あのプロミスキーパーズが関わっているあの沖縄市 の, その貧困を撲滅しようとしているあの団体の見学しに行ったで、これは子どもたちにあの、まあ、教育の機会、そして食事を提供、無料で提供しているんですけれども、でその、まあ、ご存知のように沖縄がその貧困率がめちゃくちゃ高い、全国のワースト、であの就職が全国のワースト、もう全てついていいぐらいの、ね、の基準で、はい、あの沖縄がひどい、はい、で確かその貧困だけでは全国の平均の3倍の状態です、はい、ですのでそれをやっぱりあの子どもの貧困の話、はい、これをやっぱり一番力入れないと将来の沖縄がダメになるんですけども、はい、で結局そうではなく、その本当は存在してない基地問題ばかりを、基地問題があるように言っている、そこですよね。本当に今おっしゃった一言のが一番なんかすごく重要な感じがね、奈良さんしますよね。そうですね、あの なぜか最近出てきた高井の問題ですけれども、うん、あれなんでまたあれ解決したんじゃないですか。高井の問題っていうのは向こう返すから、あのヘリポートをここに作るっていうのはも
だいぶ前にもう決まってたことですよね。これまた復活したっていうことは、工事の方、その、51% の、まあ、面積が返還されるというのは96年12月に沖縄に関する特別合同委員会が決めたものですけれども、でその返還されないところに、その返還するところにあるいくつかの、その着陸ためのヘリパッドね、はい、ヘリパッド、ランディングゾーンというものを移設することになっていた、はい、でみんなそれぞれの条件がある。で以前に、まあ、私は着任した7年前、一番最初に、まあ、参加したのは、その着陸するのに、まあ、あるその訓練はどこでやっているのかを、はい、まあ、自分の要望で見に行った、はい、一緒に。でいろんな形で着陸していたんで、操縦者たちになぜまあ、何回か繰り返していろんなところでやっているのか、はい、で彼はまあ、外見たらその地形がいかに違うのか、はい、で例えばある時はその飛びながら後ろの方だけを下ろしたん、はあ、でこっちの方、その前の方は何もない状態だった、つまり丘の上だったんですけど、崖みたいな感じ、そうですね、崖的なところ、はいはいはい、で何であえてここにしてるんですか、で彼らはその例えばその災害の救援活動の時に我々がどこにその避難されている人たちとかその被災者がいるか我々が決められない、彼らがいるところに救援を届けないといけない、あるいはその避難するためにその後ろから乗ってそこから離陸する、ですのでそういったところも練習しないといけないということです。したがってそのランディングゾーンは非常に重要です、うん、訓練いくつかのパターンがないと訓練できないということですよ ね、 そうですね、かなり難しいパターンですよね、うん、そうですね、でちょうどこの週末は熊本の方に行ってきたんですけども、はい、被災地の、はい、視察でやっぱりその地形も非常に大変、はい、山が多いので、はい、そうで、それはやっぱりそのランディングゾーンが非常に重要だなと、はい、今回も再確認しました、はい、なるほど。ですのでその、はい、反対運動の方々は全てと言っていいぐらい矛盾だらけと思う、うん、そうですね、例えば沖縄に米軍の基地が集中しすぎている勘弁し、うんうん、してくれと言うんですけれども、 そうですね、はい、でそれは20年前から面積を減らすために、はい、その合意を実行しようとしているんですけども、はい、一番邪魔しているのは、うん、反対運動の人たち、はい、二目の移設もそうだし、はい、北部訓練もそうだし、全てはそうです、そうですね、だから矛盾だらけの沖縄、はいはい、なるほど。なんでそんなことするんでしょうか、ね、ね、知らないよ知らないよじゃん、ね、まあ、なんだあの人たち何したいのか、うん、まあだから、ね、移設してほしくない、移設したら反対運動ができなくなる、反対運動できなくなるから、まあ、まんまの食い上げというかちょっと言葉的にはあれですけどね、うん、で人というのは県民だけではない、ね、県民だ、はい、まあ、県民以外の人たちが結構ご存じで、まさにおニュースで県外から来たんですけれど、沖縄の人がかわいそうですって号泣している方が、大体ね、インタビューに答える方、はい、流暢な日本語が使える方が多いので、まあ、みんな内地のね、うん、人たちですよね。高江で反対している市民って言ってましたけど、うん、あと東村なんで、まあ、3人なんですけど市民ですよね、プロ市民ですよね、はい、ね、プロ村民って言える、プロ村民ですね、ね、あそこ村なんです、東村は、ね、はい、本当に。さて、そしてそれで、その政府に対するその誠意を求めているんですけど、それがその通りと思う、はい、政府に勤めたのでやっぱりいろんなやっぱり課題があるんで、もっと透明性、そして誠意のある対応しないといけないと、はい、私は一番それ感じているんですけれども、しかし同時にいわゆる市民も誠意を持って、うん、協
協力する人があると思う、はい、地方自治体選ばれたあの政治家 で, す、ね、でその選ばれた人たちが一番、まあ、弱いと思う、うん、その政府と市民、うん、住民との間にあの挟まれて、そう挟まれてというよりその正義感持たないで、うん、あのずっと誰々フラフラしてるんですか、あっち行ったりこっち行ったり、はい、で一つの例は、うん、まあ、多分前回で触れていたと思うんですけれども、うん、今から3年前3月3日のオスプレイの見学会は、うん、あの、うん、やりまして、はいはい、行きました、はい、で来賓も招待した、うん、あの沖縄県内の41市町村長、うん、はい、そして各議会の議長、うん、全部で82名、はい、そしてあの当時の県知事中山さん、うん、三役、うん、幹部、はいはい、全部で約100名誘ったんですが、はいはい、うん、来られたのはゼロ。え、ゼロ、まあ、何があったんでしょう。ゴルフ、いや、あの怖いから、はいはい、正義感を持てないから、うん、そうですよね、はい、だから、うん、あの沖縄がこういう状態になっている、うん、マスコミが怖いんですかね、うん、何が怖いんでしょうね、まあ、マスコミ怖いけれども、うん、だからじゃあなんで選ばれているのか、うんうん、そうですよね、例えばその県民は一生懸命勉強したい、うんうんうん、だった、うん、で県民の代表であるはずの政治家は勉強したくない、うん、したくない、うん、でしょうね、だから県民の方がよっぽどあの、うん、まあ、良識のある、はい、あ、なるほどね、勇気のある人たちです。沖縄県では公務員になると、うん、こう行動半径が狭まるというか、公務員になると、うん、あのね、生活しにくくなるかもしれないですね、うん、あ、逆にあの喋れなくなると、公務員は言わなくなるよ、はい、言えなくなると、ね、言えなくなると、だったらじゃあ一切何も発言しなくていいけれども、うん、どん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 反対の集会に政治家も参加したり、うんうんね、反対はやりますからね、そうで全く知識がないままで喋っているんで、うん、そこで大きな誤解混乱を招く、うん、でそのアンケートを、例えばシンプルタイムズが行っているアンケートに、うん、ノーノーノーというのは何に基づいてノーって言うんですか、そうですよね、はい、どうぞどうぞ、もっといっぱい言ってください、いね、もう書いてるので、はい、あ、そうですよね、はい、あとは本読んでくださいってですね、まあでもね、本当にやっぱり衝撃的な本のここ数年で次から次からね、やっぱ銃弾、うん、本当に銃弾のごとく打ち続けられてるので、この影響力っていうのはすごいと思いますね。まあこの諸々の流れというんですが、最悪なこのシナリオを書き換えるには、ロバートさんはどういうことをすればこの流れをこう正常に戻せると思います？その綺麗な話を聞きたいんですが、それとも本当の話？本当の話です。本当の話はあの取り戻せない。あ、うん、なるほどね、はい、もう無理か、あの無理、終わりですということで、僕も引っ越した方がいいかな。まずは内地震で判断してください。はい、引っ越そうかな、僕も。なぜ終わりかというと、これは長年の傾向ですけれども、うん、これが私の、まあ、推測ですけれども、今回その、うん、皆さんの今いる宜野湾市の、うん、あ、その、うん、まあ、元、うん、市長、そうですね、はい、元市長、仕事を投げ出した市長ですね、はい、はい、何回もそれを繰り返し、はい、県議会、はい、あの、はい、途中でもう言いたい放題、どうぞどうぞ、県議会途中で辞めて、はい、市長選に出馬して、はい、市長を辞めて、はい、あの2010年にその県知事選、はい、県知事選ね、はい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 、で、まあ、とにかく、うん、これが私が想定しているものですけども、18年、はい、これが一つの案というか想定、18年に尾長さん、知事と言いづらいですけど、尾長さんが、はいはい、ですね、その、まあ、再選されて、はいはい、で22年まで、はい、はい、病気か中国に暗殺されなければ、うん、22年まで、はい、でそれが今から6年ですよね、はいはい、で参議院の任期は、うん、6年、6年ですね、はい、ということは、はい、来年、6年後の夏に、うん、はい、
リハさんがもう、うん、あの続かず、うん、この時あの例の山城さんにバトンタッチする、うんうんうん、ああなるほど、そういうで、小長は22年の選挙に出ない、うんうん、で、伊波さんにバトンタッチ、うんうんうん、ということは簡単に、うん、簡単に想像できる、そういうふうになりましたね、ということは、はい、またそれ続く、もし大きな問題がなければ、ね、少なくともその後4年ないし6年、うん、で、ご存知のように、まあ、復帰後だけではなく戦後、これが革新、はい、もう帝国になっている、ね、あの衆議院の4名、うんそうですね、参議院の2名、はい、もう全員革新になりましたよね、はいはいはい、そしてあの予備軍はいくらでもいる、うんいますはいはい、で年配の人たちは、うんまあ、多分徐々に辞めていくと思うんですけれども、うんはい、もういくらでもいる、うんはい、でメディアはただの報道してくれるので、うん、お金一切いらない、うん、なるほど宣伝だそうですね、はい怖いでしょ、うんはい、すごいね、もう笑い事じゃないじゃんもうね、笑い本当にその通り、その流れの中に入ってそこの本ですね、この誰が沖縄を殺すのか、うん、暗いですね、先行きね、ね、どうする、クーデターかな、うん、どこ引っ越そうかな、ね、山本さんね、山本さんね、今日マイクないですね、山本さんね、まあ、引っ越そうかな、そうです、クーデターというか民主主義によるクーデターだった、はい、うん、そうですよね。ですね。うん、はい。で、それが恐ろしいシナリオというか、その、はい、これからなるだろう、うん。で、私はほとんどの場合、この21年間、うん、その、うん、先のことがかなり見えてきたので、はいはいでね、問題提起していた、うんはい。一つは、その二目の一冊が行き詰まることは、2005年に、うん、あの詳しく、はい、あの紹介していた、分析していたけども、はい相手にされなかった、うん、なるほど、はいはいでまあ、これからこういうふうに、うんまあ、心配していたんですがそういうふうに書いてたけども、うん、あの変えるのに、うん、これが先ほど申し上げていた誠意を持って、うん、あの感情論ではなく、うんはい、あの理性に基づいて議論すること、うんはいはい、でそれが今沖縄でそれできるかどうか、うんはい、あ難しいなそれが沖縄の方々が決めることだと思う、うんうん、で私は無理と思っているんですが、うん、沖縄出身の人ではないので、うん、それは何とも言えないですので聞いてるあのラジオで聞いてる皆さんが、うん、それをどうぞ判断してください、うんうんねはい、でどういうような形で議論が、うん、あのできるかというと、うん、あの今まで政府が言ってた形は私は良くないと思う、うんうん、つまりあの地方自治体が、うんうん参加した形の日米関係慣れないとダメのはもう20年近く前からずっと提起していたんですけれどもそのまあ一つのフォーラムというかシンポジウムをあの後ほど紹介したいと思うんですけどもしあの休憩入るんだったらあのうそうですねなんかちょっと曲で流しましょうかなるそうですね、うん何がいいですか？何が言って何があるの？いや、いろいろありますよ。いいで、どうぞどうぞ。あの、選んでください。何がいいですかね、うん、こっちから見えないので、うん、どうぞ選んでください。うん、でそうですね。なんかあるんですか？いろいろありますけど。困りますね。最終回だよ。最後だよ。うんうん、なんか、好きなの。どうぞどうぞいいですか未来さんが好きなんです何でもいいですか何でもいいです何でもいいですはいずんどく節でも何でもいいですわかりましたじゃあちょっと大体団長に節でも何でもいいですタイトルは言いませんので一曲一曲かけましょうねはいお願いします
となるとですね、うん、何から始まるの？これから、はい、いわゆる兵糧攻めというか、うん、沖縄のに落ちる予算が徐々に徐々にこう少なくなってきて、うん、どんどん反対ばっかりしてくるとね、うん、徐々に少なくなってきて、まあ、沖縄の土木建築業がこう、ね、悲鳴を上げてくると、それも向こうの作戦で、そこでいわゆる大陸の資本が入ってきて、じゃあ我々が協力しましょうみたいなことになっていくんじゃないかなと僕は予想してるんですけれども、その点はいかがでしょうか。要するにもう向こうを頼ろうと、日本政府じゃなくてお金が取られないんだったら向こうのお金を頼ろうという風なシナリオができてるんじゃないかなと僕は思うんですけれども、いかがでしょう、そういう。うん、おっしゃる通りと思うんですが、この元々のなんか議論が、事実として間違っている。つまり例えば米軍の沖縄の経済貢献度が非常に少ない 3% とか 5%、うん、それはとんでもない嘘です。そこでみんな例えば観光とかあるいはその別の業界にで生活成り立っているというような話をずっと神話的にこの何十年も作ってきたと思う。で結局その例えば本土との機密関係とか、あるいはその沖縄におけるその米軍のさまざまな役割で、さまざまというのはもちろん日本、まあ、沖縄日本東アジア太平洋地域全体の安全保障に大きく貢献している、はい、でこれが お金で計算できないほどの大きな貢献、うん、その安全がなければ経済が成り立ってない。そうですよね、はい、観光もね、そうですね、はい、危険なところ誰も行きたくない。そうですね、はい、でもう一つの貢献は経済的な貢献、うん、そしてまあ、異文化的人々の、まあ、交流とか、うん、まあ、様々な面でやってる。で最近その防災協力とか、うん、いろんな形で行っている。だからこの見えるものと見えないものが失ってしまうことが非常に危険だなと思っています。悲しい、うん、その沖縄の文化的な発展が著しく、うん、まあ、失うというか、うん、悪くなる。でそれがそれがなければ沖縄の文化がないという意味ではない。しかしそういった形でどんどん発展していくのは事実。例えばその沖縄の文化を、まあ、再発見と言っていいぐらい、されたのは90年代の篠原明先生と思うんですけども、でそこで非常に、まあ、関心が高まっていた。で私はその中の軍の、まあ、次の世代だったと思うんですけれども、ですのでその知らないうちにその、まあ、外の存在に、まあ、影響されてしまって、悪い影響にされてしまって、果たして沖縄にとっていいのかどうかというふうに思ってます。そうですね、うん、なんか最終回にして深刻なあれですね。いやいや、でもやっぱりそうですよ、まあ、ツイキャスの方々もいろんなご意見がありますけれども、でさっきちょっとまあ開発策というか、はい、話していたんですけれども、うん、ですね、まあ、今から47年ぐらい前に、はい、京都で京都会議という有名な日米関係の集まりがあった、はいはい、でそこに参加したのはアメリカ側の代表が元駐日米国大使、うんうん、ライシャワーという、はい、聞いたことありますね、非常に有名な日本の専門家が1961年から66年まで駐日大使を務めてて、ケネディ政権、うん、そしてその後ジョンソン政権に務めていたんですけども、で彼のカウントパートは、でこれはもともとその会議を主催したメンバーでもあったんですけれども、本土と沖縄の間
の、まあ、架け橋になっていた南方同胞援護会というものがあったんで、はいはい、で復帰後はそれ沖縄協会に なったんですけども、その南方同胞援護会の会長は石垣出身の大浜信元先生という、はいはい、で彼はその後早稲田大学の総長になったり、で佐藤栄作総理大臣の沖縄ブレインを務めていたんですけども、で彼らがこの対話を通じてその沖縄の変化の、まあ、実現しようとしていたというのは、なかなか60年代にはあのベトナム戦争が激しい時期に、この重要な安全保障に重要な沖縄を簡単にアメリカは返還したくないこともあって、でそういうあの議論を通じてどのような条件でその沖縄の返還が実現できるのか、この3日間ぐらいの会合を行って、で学者が中心だったんですけれども、その学者たちは元政府の高官、高官ですか、あるいは政府にすごいあのパイプを持っている人たち、例えばニクソン大統領の安全保障補佐官になるニクソン、キッシンジャーも参加する予定だったけれども、ちょうどあの1月の会合だったので、ニクソン政権が1月に誕生したので、キッシンジャーが突然来られなくなった、で彼の代理が参加して、はい、毎晩会合が終わったらワシントンに連絡して意見交換して、はい、次の日の、まあ、発言を含めて、はいはい、まあ、議論していた、はい、ですのでこれがあの国際関係論の言葉で言えば、うん、トラック2、つまり公式なルートではなく非公式なルート、うん、どちらかといえばその間だった、うんうん、ですので発言が非常に重いものであって、うん、日本側がそれを分かって一生懸命メモを取ってた、うんうんうん、でそこで何が決まったかというと、沖縄が、沖縄の返還の方式が決まった、うんうん、はい、72年まで、うんうんうん、で69年1月にはいつ返還するのかが決まってなかった、うんうん、はい、67年の11月の佐藤とジョンソン会談でいずれ返還することが決まっていたけれども、はい、いつは決まっていない、そしてどういう形で、で69年1月にこの会合で72年返還、はい、核抜き本土並みという方式で決まった、でそこを、まあ、研究している人間ですので、この今から16年前、ちょうどまあ、今月だったかな、7月にいわゆる G8 サミットが開催されて、でこの世界が沖縄に注目、まあ、し始めていた時期だったんですけども、その熱い名声を使って、しかもあの名護のブセナだったと思うんですけども、ブセナの施設を借りて、バンコク資料館だったかな、を使って同じような形で日米そして沖縄 の参加者を呼んで3日間経済安全保障、そして、まあ、例えば人材、沖縄の将来の姿、環境問題もいいんですけれども、議論して両政府に提唱できる報告書をまとめたり、ということを提案していた。で大きな違いは、まあ、2つぐらいあった。一つは京都会議の時は日本がまだあの返還されていないので、沖縄の参加者は4名いたんですけれども、彼らはあの正式なメンバーではなく発言者として、まあ、報告者として、でもう一つの違いは本土ではなく沖縄で開催すること、はい、でそこで沖縄の、まあ、主体性というかリーダーシップが求められていたんですけれども、で私はいろいろ根回しした、例えばその南方同胞援護会の関係者に会って、まあ、沖縄協会だったんですけれども、はい、そしてあの元総理大臣橋本龍太郎に会って、
あの資金とか、あるいはその斡旋の方の協力をお願いしたり、そしてあの京都会議の事務局長を務めていた末次一郎先生という人にどうやって資金集めしたのか、その人選はどうやって行ったのか一生懸命聞いてた。でちなみに彼はその1年後、ちょうど7月だったんですけども、2001年7月に亡くなった。でずっと日米関係、沖縄のことずっと頑張っていた。北方領土問題、はい、で彼の銅像は沖縄にある。で多分県民の中ではあまり知られていないんですけども、あの浦添の方に JICA という施設があるんですけども、その駐車場の奥の方にそのあの銅像があるんですけども、で私はそ の, あの銅像ができた、はい、除幕式ですか、はい、に2003年かな参加した。で中今知事になる前の中山さんがその、会長を務めていたと思う。であの当時稲嶺県政にそれを提案したんですけれども、あんまり関心がなかった。で私はその時期沖縄が自ら沖縄問題、いわゆる沖縄問題の解決を望まなければもうどうしようもないと思ったんですので、あの、まあ、自分がいつも提言してきたんですけども、ほとんどの場合は沖縄側はその提言を受け入れない。もう完全無視したわけですか？無視ではない。いや、無視ではないんですけども行動はしなかった。はい、一応聞くだけは聞いても、はい、ということですか。はい、ですのでそのあの沖縄の将来はまさに沖縄の方々が決めるんですけれども、あのそのどういう方向で行きたいのかが、あの、まあ、外から見えている限りは非常に危険な方向に行く。で本にも書いてるんですけれども、沖縄にある米軍基地はこの地球面積の 52% をカバーしている極めて重要なところです。でもし米軍が沖縄からいなくなった場合は、これが相当の世界の人口に悪影響を与えているのか、こういうようななんていうレピューテーションを沖縄が今後持ちたいのか、つまりあの勝手に自分たちだけを考えて、それ以外の世界は知らん、はい、の場合、本当にもしそうであれば本当に残念だなと思います。なるほど、皆さん、ね、ここであのお便りが、これお便りって何ていうのこれ、追加する追加するなんか来てる、はい、が来てますけれども、はい、うん、なんて言ってるんですか。保守議員が選挙の時に安全保障や米軍基地の必要性を訴えないのが負ける理由にもあると思いますと。選挙の話ですね、まあ、これが2004年の衆議院の時ももう見事に、あ、そうですよね、あの当たっています。ね、その通りなりましたね、はい、もう負けてもおかしくないぐらい の,、あの議論だった、はい、そうですよね。政権与党 の, その 自民党というか、そこが言わない限り、言わないって本来、ね、言うのが当たり前で、それを第一に言わなきゃいけない、うん、そうですね。例えばこっち の,、うん、あの選挙区の時に、うん、そのまあ、普天間の閉鎖とかいろいろ言ってたんですけれども、はい、あるいはある時は県内移設反対とかいう立場の人もだったんですが、うんうん、あの私は保守系の議員だったら、この今までの努力を強調する、はいはい、で、あのこれからは実現するまで、うん、あとあのほんの少しとか、うん、はい、というポジティブに評価するけど、うん、結局、はい、あのネガティブな話ばかりをやってた。それは賢くない、うん、あの現職与党としては、うん、なるほどね。あとですね、法律違反を犯している過激派を法律にのっとって、うんうん、で取り締まりさえすれば、うん、なんとかなりそうなって書いてありますね。ならないのかなって書いてますけど、沖縄が正常になる、うん、な
あれなんで警察取り締まらないんですかね、未来さん。ね、不思議ですね。僕もいろんな経験しましたけど、なんかもう沖縄のほら県警のトップは県知事ですから、尾中さんですから、尾中さんが何対応するなって言ってるの、やるなって言われたらやれないんじゃないですか。なるほど。あのそういうの聞くと現場の方はろう人形みたいに固まってしまって、うん、何も言わなくなりますよ。そうなんです、ね、だけど尾中だけじゃない、尾中、うん、が危険、うん、はっきり言いますけども、うん、はい、でも彼だけじゃない、ずっと、うん、ずっとずっと重なってきた問題です、はいはい、今までの今まで、そうですね、あのご存知のようにこの宜野湾で、あの二間周辺で同じような激しい暴力的な活動が行ってきた、警察は何もしなかった、はい、でこれが米軍の関係者に対して、私を含めてに対して暴力を受けても警察は何もしない、そして警察官に対して暴力があっても警察は何もしないのは、これがあの法治国家と言えません。そうですよね、法治の感じが違いますね。はい、法治、はい、ね、本当あっという間に、ね、47分になって、本当にもうこれずっと聞いていたんですけど、来週最終回にしようかな。またそういうことで、ね、いやでもね、おのおのが、うん、ちゃんとおのおのの仕事をすれば、うん、どうにかなると思うんですけれどもね、うん、ならないんだよ、うん、ならないのか。まあね、ある方がそのどうやって取り戻すのか、うん、あの繰り返しになりますけども、うん、取り戻せません、取り戻せない、はい、まあもうそこまで、ね、過ぎてしまったことはね、あのこれ、まあ、ルビコン川じゃないけど、あのそうですね、あの英語でティッピングポイント、うん、ティッピングポイントが、ターニングポイントという、はい、もう超えたらもう戻れない、なんか船の場合が沈むか沈むなんか、もうそういう状態ありますよね。沈むところに向かってると、もう沈んでいる、もう沈むしか方法がない、はい、選択肢が、なるほどね、ここまで来たと、うん、どうしましょうかね、はい、だからこれをね、うん、知らなきゃいけない、そのいわゆるもう方法ありませんよっていうのを知るということをまず、ね、はい、今日はねこの放送でね、うん、最終回にして皆さんの事実を知ったと、ね、どうにか県民を啓発するためのやっぱり運動というかね、媒体というか、こう広くねそういう、うん、あれがね、だからもう中国さんが来て、うん、とりあえず侵略というか、うん、してくれたらなんか違ったあれがいくリアクションが来ますかね、来るんじゃないですか、うん、多分結構ね、どん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 近づいてますよ。最近久米島にも来てますから。そうですよね。ね、どん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 近づいてるので、あとね、もう琉球独立の、うん、なんかね、はい、準備会みたいなのがあったって、うんうん、新報が載せてますけれども、ね、月曜日にこの前のね、うん、あった月曜日、うん、中国沖縄で、うん、西原で超ローカルな、いわゆる西原町で。うん、琉球独立も視野に自己決定権なんでしょ、まあ、西原は熱心ですね、あ、こういうのも、はい、あ、そうなんですね、はい、西原独立したい、うんうん、西原だけ独立してくださいね、うんうん、あ、そうなんですか、でこういうのは堂々と、ね、琉球新報に載っけてるっていうのは、うんうん、アリバイ作りなのか、これに、うんうん、あのリアクションしないと、うん、ああそうなんだ、県民はね、あのこれを認めてるんだってことになりますので、うんうん、本当はねこういうのをいちいち反論しないといけないんですが、うんうん、あの高江の米兵が銃持ち剣道移動とかね、うんうん、あのそんなばっかしですよね、はい、うん、そんなのとか僕あの琉球新報取ってないので、うんうん、よくわからないんですが、うんうん、ちょっとネットを見るとびっくりしましたね、そうですね、うん、すごいですよね、はい、見出しがね、もう50分超えちゃった、あら、はい、そうですか、うん、じゃあとりあえず、うん、コマーシャル入りましょうかね、お願いします、はい、
間に合った。はい、あっという間にね、あっという間でした ね最終回でして、今日も内容の濃いね、ありがとうございました。いろいろもう言い残したことないですか？まだたくさんありますよね。時間もないで、また来週ということで、だからもう大江戸でいちさんおぎなさんいなくなってしまう。そうでしたね、来週からこちらにラジオの方で、あのいつものチャタンのグッドモーニングの写真を送らなきゃいけないね、毎日ね、はい。さて、はい、今ね、あの BGM かかってますけれども、はい、うん、これ蛍の光、あ、蛍の光ね、はい、はいはい、最後なので蛍の光を流そうかなと思いました、うん、この蛍の光っていうのが、はい、実は3番と4番があって、うん、これが日本国土防衛の歌だっけ、うんうん、そうですね、防衛の歌ですね、うん、はい、さて、はい、今日までですね、はい、42回、うん、そうですね、生放送で奇跡的に、はい、全部生でやりましたね頑張ったね、はい、はい、まあ、いっぱい失敗もありましたけど、ね、パーティーして5分前に入ってきたもう ね大変ですよね、はい、そうですね、はい、はい、既存のマスコミが放送しない、うん、沖縄の声を取り上げてきましたけれども、うん、はい、いかがだったでしょうかね皆さん、ね、今日が一番皆さんね、うん、反応がいいんでね、まあ、ですだいたいそうじゃん、最終回って、はい、そうだね、これ閉店セールみたいな感じで、ね、来週もありますよ、今まで買ってなかったみたいなあのね、ちょっと来週のことを言いますけど、はい、オリジナルのなるさんのアンジュノは今回、うん、今日で終わりなんですけど、はい、実は8月9月番外編をやります、うん、まあ、番外編に関してはちょっと内容はまあ告知しませんけども、はい、とりあえず私があの未来さん、あ、未来さんになった、なるさんのアンジュノを、うん、あの引き継いで、はい、アンジュノ番外編、番外編ということで何か言い忘れたようで、うん、言い忘れなことをちょっとだけやりますので、これは8月9月まで、そう、9月まで、9月まで、かなり爆弾発言をしてくださる方をゲストで次々と呼びますので、いいですね、徹底的にあの戦います、そういう風な番組になりました。じゃあ皆さん頑張ってください、はい、覚悟を、まあ、やっぱりね、今日のロバート博士の話を聞いて、はい、もうこれは、うん、結論として、うん、もう取り戻せないと、はい、はっきりおっしゃったということは、僕ら何をしなきゃいけないかということですよね、はい、もうその、うん、したことがどういう結果につながろうと、はい、やらなきゃいけないことがある、うん、僕はそれをやっぱり具体的に、はい、やりたい、行動していくと、なるほど、決起せよですか、はい、はい、番外編またね、うん、ちょっと予期もしないゲストが出てくる可能性があるので、小中さんとか小中武さんとか、小中武さん呼んで何聞きますいろんなこと、はい、はい、まあそういう状況ですね、はい、はい、はい、ね、はい、54分です、ね、もう何分、もう54分ですんでね、そうですか、もう、はい、でもね、はい、今まで9ヶ月間ですか、はい、そうですね、はい、そうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、またですね、はい、もしかすると、はい、違う形で、はい、そうですね、そうなんですか、違う形でやられるかもしれませんけれども、とりあえずなるさんの半夜短時の方は今日でおしまいということになりますね、なるさんのこのね、この声も、はい、ちゃんの声も、みなさんの声も、この女の子に戻ります、はい、マイクを、はい、はい、そうですね、みたいな、ロバートさん最後にちょっと一言、締めのことをロバートさん、はい、よろしくお願いします、最後に、いや、もうあの先も言いましたけど、はい、本当にお疲れ様でして、はい、ありがとうございます。宜野湾市の、はい、まあ、東大のような存在だったと思うんですけども、はいはい、その正論を言ってくださって、はい、これからも、はい、別の形でよろしくお願いします、はい、はい、これからは地下に潜って、はい、はい、はい、では終わりましょう、終わりましょうか、30秒ですね、はい、はい、それではエンディング、はい、いきますよ、はい、よい子はお家に帰りましょう、はい、帰りましょう、はい、遅くまでいる子もお家に帰りましょうね、はい、帰りましょう、それではまたの機会にお見にかかりましょう、はい、ナルさん、ミライさん、カリン、はい、ロバートさんでした、はい、その他もろもろ、はい、バイバーイありがとうございます、 See you、 また来週、どこかで誰かとA6 助さんね、どこかで誰かとね、はい、よし、あ、リトキさんのそういえばあれがあるんだね、シンポジウムがもう終わった、バイバーイ、お世話するの、お世話した沖縄ですか、石垣で、リトークさんでも結構いい年じゃないですか、さんが石垣に30日から3日まで、はい、では皆さん、リトークさんの講演会があるんですよ、リトーク総統の、はい、はい、はい、石垣でお世話するの、すいません、これも素晴らしい、あ、これもあれですか、はい、すいません、
これでこれで。あっち側の机の角かかるか。お疲れ様です。ダメダメジロいいよいいよイエーイ今日は赤い小学生ギュー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 パクはいどうぞおとちょ